連続テレビ小説「虎に翼 NHK 総合」の公式アカウントが8月27日、X ・旧ツイッターを更新。主人公、貞虎子、N ・伊藤沙莉さんが、夫の星光一、N ・岡田正樹さんに魔法をかけるシーンのオフショットを公開しました。動画、顔が忘れられない伊藤沙莉のまさかの行動に、キャラ崩壊の危機。 を迎える岡田正樹を見るいかネタバレが含まれます26日に放送された第106話では娘のどか縁尾崎真香さんが寝に帰るだけの場所にお父さんがいてもいなくてもいいと話すのを聞いてしまった高一27日放送の第107話はのどかの言葉を回想する高一のシーンで始まり通りかかったトラコに「 呆れてしまいましたよねと胸の家を明かします欲張りになっていました新潟から戻ってきてから諦めてきたことに次々と手を伸ばしたくなって自分にトラコさんのように溝を埋める力なんてないのに気が大きくなっていて魔法が解けた気分ですその言葉を聞いたトラコは高一に駆け寄って大きく指を振りながらチちんプイプイと魔法の言葉を口に出します 今、欲張りで気が大きくなる魔法をかけました。二人力を合わせて、子供たちとの溝を埋めていきましょうよ。力強く励ましてくれたトラコが立ち去った後、光一は、ちちんぷいぷいと小さく口にしながら、ふふっと吹き出してしまいました。トラコの明るさや優しさが伝わる微笑ましいシーンでしたが、そのオフショットとは一体、子供との関係に悩む光一でしたが、思わず笑ってしまい。 公式アカウントが投稿したのは30秒ほどのメイキング映像です3つの動画が連続して流れます1つ目の動画で伊藤さんは椅子に腰掛ける岡田さんに向けてくるくると人差し指を行ったり来たりさせますその指を顔ごと追いかける岡田さんは目をギュッとつぶり口を大きく開けて笑っています2つ目の動画はトラコが立ち去った後のシーン 大きく深呼吸する岡田さんでしたが、チチンプイプイ、思い出したのか吹き出してしまいました。スタッフのカットの声とともに、撮影現場は笑いに包まれました動画の最後には、伊藤さんとこのシーンの映像を見ながら、笑ってないよと笑いかける岡田さんの姿が映ってていまます。公式アカウントは、人差ししし指でくるとくると魔法をかける動きに、思わず笑ってしまう岡田さんと説明しています。 子供との関係に悩む真剣なシーンでトラコの「チチンプイプイ」という掛け声シュールさが際立って笑ってしまうのも仕方ないかもしれませんねキャラ崩壊の危機メイキング映像に大反響投稿されたメイキング映像には今朝の2分間は虎に翼の中でも最高に面白い2分間でした光一さんのキャラ崩壊の危機 笑いを答えるの必死な顔が忘れられない、もしかしたら最後の吹き出しそうな笑いはそのまま使われたのかななどのコメントが寄せられています。